ドバイターフを制したリアルスティールのゼンマイとして誕生し、無敗でオークスを勝利したラブズオンリーユー。順調にいけばとてつもない記録を打ち立てそうな強さを持っていましたが、ボバをなぎ倒すほどの強力なライバル牝馬たちが立ちはだかり、なかなかレースに勝てない日々が続きます。しかしラブズオンリーユーは不屈の闘争心を持って海外 G1 レースを勝利し、最強牝馬の仲間入りを果たすこととなります。血統的にも素晴らしく、繁殖入りしても大活躍してくれそうなラブズオンリーユーの物語を見ていきましょう。皆さんこんにちは、馬組です。今日はラブズオンリーユーの生誕から戦績と強力ライバルとの対決を徹底解説していきたいと思います。ラブズオンリーユーは兄リアルスティールのゼンマイとしてデビューし、血統的評判の良さもあって順調に勝ち上がっていきます。デビューから慎重になったので、桜花賞をパスしてオークス1本に絞り、見事に無敗で G1 を制覇。その後は数多のライバルたちに敗れますが、香港の地で見事に海外 G1 を勝ち取り、名実ともに日本の最強牝馬の仲間入りを果たしています。そんなラブズオンリーユーが歩んだ道のりをたどっていきましょう。馬組競馬チャンネルでは、このような名馬の分析、徹底解説など、競馬好きにはたまらないコンテンツを毎週金曜日と日曜日の18時に配信していくので、動画を楽しんでいただいている方はチャンネル登録、いいねボタンをお願いします。これがラブズオンリーユーの物語です。では参りましょう。ラブズオンリーユーは2016年3月26日、父ディープインパクトと母ラブズオンリーミートの間に生まれました。父のディープインパクトは言うまでもなく、無敗の三冠馬で近代競馬の最強馬として数々の社会現象を巻き起こし、守護馬としても多くの名馬を誕生させました。母のラブズオンリーミーはディープインパクトとの間にリアルスティールを生んでおり、同馬は G1 を7勝したキタサンブラックや、サツキ賞とダービーの2冠を勝ち取ったデュラメンテなどの超強力なライバルがおり、 G1 では入直が7回とあと一歩で涙を飲みました。そんなリアルスティールもドバイターフで初 G1 を制覇しており、その地を受け継いだラブズオンリーユーにかかる期待は大きなものでした。ラブズオンリーユーの母系の話をしましょう。名前が似ていますが、母のラブズオンリーミーはアメリカで生まれてデビューこそできなかったものの、父はアメリカが生んだ名守護馬のストームキャット、祖母にはアメリカやヨーロッパの G1 を勝ちまくった名馬ミエスクがいます。このミエスクは世界の大守護馬キングマンボを輩出しており、ラブズオンリーユーの祖母はそのゼンマイにあたります。この血統の良さを買われて、ラブズオンリーミーはデビューもしていないのに、ノーザンファームによって90万ドルもの大金を投じて日本へやってきました。それもそのはずで、言ってみればキングマンボと同じ血がリアルスティールやラブズオンリーユーには流れているということになるのです。ミエスクの一族は海外重賞を勝ちまくり、当然ながらキングマンボとストームキャットは世界で発展している大守護馬ですから、この血統に日本を代表するディープインパクトが加わることで、ラブズオンリーユーが超良血ということがわかります。ラブズオンリーユーは1歳となった2017年、セレクトセールで1億6000万円で落札されました。オーナーは同年から馬主権利を取得した DMM で、新たに一口馬主用の DMM ドリームクラブを創設しました。管理するのはリアルスティールと同じ立東の矢作厩舎となりました。ラブズオンリーユーのデビューは2018年11月3日、京都芝 1800m の新馬戦で、鞍上はクリストフ・ルメール騎手に決まりました。レース直前の追い切りでも3頭を追いながら馬なりで先着しており、能力の高さを見せていました。2番人気で迎えたレースは後位から進めていき、内に入ると一気に伸びていき、ノーステップで勝利しました。続く2戦目は11月25日の京都芝 1600m の白菊賞に決まりました。ルメール騎手がジャパンカップに騎乗するため、岩手康成騎手でレースに挑みます。1番人気でスタートすると少し遅れますが、そのまま後方でレースを進めます。牛頭立てと小頭数ということもあって、内で足をためながら4コーナーでは大外に持ち出して、直線に入ると鋭く抜け出していきます。初めてムチが入ると弾けたように一気の加速で先頭に立ちゴールしました。その後は休養し、3歳の春は桜花賞を目標としていましたが、ラブズオンリーユーは後ろ足に細菌性の疾患を患い、調整が狂いました。まさかのアクシデントに陣営はオークスを最大目標に変更しています。ただ賞金的に足りないので急仕上げとなるものの、桜花賞と同日の4月7日の阪神芝 2000m 忘れ名草賞へ出走します。陣営はオークスでもコンビを組めそうなミルコ・デムーロ騎手とのコンビを決定し、6、7割程度の状態で出走となりました。レースでは後方の外目で折り合いを重視し、4コーナーでは先頭集団に追いつきます。直線では外から一気に加速して差し切り、無傷の3連勝を飾りました。オークスへの切符を無事に掴んだラブズオンリーユーは、ノーザンファーム信楽に放牧に出されて調整を重ねていきます。
桜花賞馬のグランアレグリアは距離適正から NHK マイルカップに進み、強敵になりそうなのが東京コース2戦2勝で桜花賞3着のクロノジェネシスと言えました。1番人気で迎えたレースはこれまでと違って出遅れもなく、道中もリラックスして走っていました。3コーナーを過ぎてもまだ後方10番手の外を回り、デムーロ騎手の手は動きません。直線に入るとカレンブーケドールが後位から抜け出して先頭に立ちます。クロノジェネシスも内から追いすがりますが、大外からラブゾーンリーユーがものすごい足で追い込み、カレンブーケドールを差し切って首差しのに勝利しました。矢作調教師はリアルスティールにはない切れ味で素晴らしく、世界の舞台で戦いたいと語り、デムーロ騎手も一番人気で負けたことない馬だからプレッシャーがあったとコメントしています。夏は休養となり、秋の目標は直接秋華賞というプランでしたが、ラブゾーンリーユーは蹄に炎症が発覚して秋華賞を回避することが決まりました。そこで陣営は約半年ぶりとなるもののエリザベス女王杯に出走することを決めています。休養明けでプラス16キロの馬体重は成長分とはいえ、ラブゾーンリーユーは一番人気に支持されています。スタートしてからラブゾーンリーユーはこれまでと違って先行策を取ります。クロコスミアが逃げていき、離れた2番手で折り合いをつけてじっくりと内を進んでいきます。道中も淡々とした流れになり、ラブゾーンリーユーはクロコスミアをぴったりとマークして直線を迎えました。直線では最内に潜り込もうとしますが、クロコスミアが開けなかったこともあって外へ持ち出します。その一瞬の隙をついて後方にいたラッキーライラックがラチ沿いを吸収して一気に先頭に躍り出ました。ラブゾーンリーユーはクロコスミアもかわせずに3着でゴールしています。2020年に4歳となったラブゾーンリーユーはドバイシーマクラシックから始動するプランを発表しますが、世界中で猛威を振るった新型コロナウイルスの影響もあってドバイ開催自体が中止となってしまいます。無事に帰国したラブゾーンリーユーは5月のビクトリアマイルに出走しますが、アーモンドアイの前に完敗を喫しました。その後は G3 のナルオ記念で2着、夏は休養を挟んで府中牝馬ステークスは5着と本来のパフォーマンスを披露できませんでした。ラブゾーンリーユーはこの秋の目標といえるエリザベス女王杯に出走します。阪神での開催で3番人気となり、レースは前年とは変わって後方から進めていきました。道中リラックスして走り、ラッキーライラックとほぼ同じ位置取りとなっています。しかし3コーナー付近でラッキーライラックが抜け出すと、そのまま4コーナーでは後位につきます。ラブゾーンリーユーは直線で強烈な豪脚を見せますが、ゴール前の坂で足色が鈍り、あと一歩のところで逆に後ろからサラキアに刺されてしまい3着となりました。年内のプランとして陣営は香港遠征を視野に入れますが、厩舎スタッフのコロナ禍での就労ビザ取得が難しく、有馬記念に照準を絞ります。有馬記念はライバルのクロノジェネシスが1番人気となり、ラブゾーンリーユーは6番人気となりました。レースは中段から進むも手応えが怪しくなり流れに乗れず、そのまま直線でも伸びを欠いています。クロノジェネシスが先頭でゴールし、2着にはソラキア、4着にラッキーライラック、5着にカレンブーケドールと同じ牝馬に先着を許してしまいました。2021年も現役を続行となったラブゾーンリーユーはドバイ遠征を目標に、阪神開催で行われる G2 の京都記念から始動します。このレースは川田優雅騎手に乗り換わりとなりました。道中は後位から進めて折り合いをつけており、直線に入ると外から追い出していきます。直線の坂に入っても足色は衰えず、ラブゾーンリーユーはオークス以来となる先頭でゴールしました。この勝利を受けてドバイ遠征を正式に決定し、3月27日に行われるドバイシーマクラシックにはオイシン・マーフィー騎手とのコンビが発表されました。このレースは9頭立てで行われており、日本からはドーバとライバルのクロノジェネシスが参戦しています。レースは中段にクロノジェネシスがつけて、そのすぐ後ろに外目からラブゾーンリーユーという並びになりました。道中もクロノジェネシスをぴったりとマークしていきます。直線に入ると外へ追い出したクロノジェネシスの内側に入り、合わせ馬のように追い比べしていきます。一度は先頭に立ったラブゾーンリーユーですが、最後は大外から追い込んできたミシュリフにかわされ、クロノジェネシスにも首差破れてしまいました。陣営はそのまま香港遠征を決断し、4月25日の香港クイーンエリザベス2世カップに登録しました。騎手は現地のヴィンセント・ホー騎手に決まりました。このレースには日本から前年の三冠牝馬デアリングタクトが出走しています。スタートするとデアリングタクトは内から先行し、ラブゾーンリーユーは4番手でレースを進めます。道中はデアリングタクトを見るような形になり、折り合いもついていました。最終コーナーでは外から先頭に並びかけていき、直線では最後まで足を伸ばし、グローリーフェイズとデアリングタクトの猛追をかわして先頭でゴールしました。矢作調教師はさすがに声が出た、今後も海外遠征を視野に入れるとしており、ラブゾーンリーユーは今後も日本馬の歴史を新たに作っていくことでしょう。ラブゾーンリーユーの物語はここまでです。皆さんはラブゾーンリーユーの名馬までの道のりについてどう思いますか？どの程度を知っていましたか？ぜひコメント欄に感想や意見をお願いします。動画を楽しんでいただけたのなら高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。
馬込みでは競馬が好きな方から競馬初心者の方まで全ての方の馬券適性を調べる馬券適性診断を無料で行っています。無料診断を受けた方全員に競馬の教科書をプレゼントしていますので、そちらもお受け取りください。馬券予想や重賞データ分析なども無料で行っていますので、興味がありましたら概要欄のリンクからアクセスしてみてください。また今回の動画のように名馬紹介動画をエンディングに載せておきますので、この動画の後に見てみてください。では次の動画でお会いしましょう。馬込みでした。また。